はいどうも、奥田大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をお話をしております。今は今シーズンをですね、展望していこうということで、まもなくキャンプインということもありましてですね、各選手の今シーズンのですね、成績を、まあ、予想というか展望をしていっております。でですね、昨日は、新外国人投手のラウル・アルカンタラ投手をですね、まあ、取り上げたんですけれども、今日はですね、もう一人、まあ、新外国人選手のですね、チェン投手ですよね、チェン・ウィン投手について見ていきたいなというふうに思います。でですね、まあ、昨日も言いましたけれどもですね、やっぱり先発ピッチャーが一番大事だと思うんですよね。その、いくら打つ方が頑張ってもですね、なかなかこうピッチャーの方がですね、頑張らないと優勝っていうのはなかなか難しいかなというふうに思うんですが、まあ、阪神はですね、ここ数年はチーム防御率はですね、結構セ・リーグの中でもまあトップの方をずっとですね、維持しているんですよね。で、まあ阪神といえばまあリリーフが充実してるっていうですね、そんなイメージがありますけども、先発もですね、実はまあまあなんだかんだ言いながら結構いい数字をですね、残しているんですよね。まあだからまあずっとね、A クラスにいるんだと思うんですけれども。で、ただですね、まあ、優勝には届いてないわけですから、ここをいかに強化していくかということで、新外国人のですね、アルカンタラとチェンのこの二人には非常に期待がかかってくるなというふうに思っております。で、まあ、今のですね、先発の陣容を、まあ、整理をしますとですね、まあ、間違いなく、この人は間違いなく先発ローテーションに入るだろうなっていうのは、まあ、西投手ぐらいかなというふうに僕は個人的には見ております。去年はですね、秋山投手、青柳投手のこの3人、西投手を加えたですね、この3人が非常に頑張ってくれたんですけれども、まあそれはね、たまたま去年頑張ったというだけで、秋山投手、青柳投手あたりはですね、まだそんなに何年も続けてですね、1年間ローテーションを守ったという経験がないので、秋山投手ね、いい年もあったり、全然あかん年もあったりとかですね、青柳投手も、まあ2年連続で規定投球回に達しているということで、まあこれからかなっていう感じなんですよね。だから、ちょっとまだ未知数かなというところで、大体毎年安定してですね、いい成績を残している、まあ、いわゆる計算できるピッチャーというのは、まあ、西投手ぐらいかなということで、まあ、他はですね、まあ、先発ローテーション候補ということになってくると思うんですけど、この候補に上がってくる選手がですね、まあ、先ほど言った秋山、青柳ですよね。それから、高橋遥人投手もそろそろこう、入ってきてもらわないと困るということですよね。今までも当然ね、先発の経験何回もありますけども、1年間通じてですね、安定した成績を残したっていうシーズンがまだないんですよね。怪我でね、離脱が多かったりとかですね、なかなか1年間通じて働けないということですから、まあ、高橋遥人投手はそろそろね、一本立ちしてほしいなというところと、あとはまあ藤浪投手ですよね。藤浪投手はもう実績も十分あるわけですから、まあ、そろそろですね、まあ、復活してもらわないと困るというところで、まあ、この辺がですね、候補になってくると思うんですよね。で、ここでまあ、ベテランの中田投手、岩田投手っていうあたりがですね、まあ、1年間ローテーションというのは難しいですけれども、難しいでしょうけれども、まあ、ローテーションの谷間とかですね、ちょっと連戦続いた時に、ちょっと2軍から上がってきて投げるとかですね、まあ、こんな感じかなということですよね。あとはまあ、中継ぎの方がどうなるかにもよると思うんですけど、例えば、岩佐投手とかですね、馬場投手はこの辺ももちろん先発の可能性もありますし、今シーズンのルーキーの選手もですね、社会人の即戦力取ってますから、大卒かな、大卒の即戦力のですね、ピッチャーも取っておりますので、まあ、もちろん入ってきてもおかしくないという、こんな感じですよね。だから、候補はいっぱいいるんですよね。ただまあ、例年ですね、まあ、昨日も言いましたけれども、候補の選手はいっぱい上がってくるんだけれども、実際に蓋開けてみてですね、シーズンに入って、期待通りの活躍をできる選手っていうのは、実はですね、まあ、あんまりいないんですよね。まあ、全員がですね、期待通りに活躍してくれたらもう間違いなく優勝なんですけれども、まあ、実際はそううまくいかないということで、大体まあ、候補を挙げた選手のうちのですね、まあ、半分ぐらいが、まあ、まともに働いてくれるかなっていう感じですよね。それ以外は、なかなかね、怪我とかですね、不調とかで、まあまあ、期待はされてるんだけども、なかなか活躍できないっていうですね、そういった選手が当然一定数いるわけですよね。だから、この、計算ができる外国人選手っていうのも非常にですね、まあ、戦力としては大事なんですよね。アルカンタラ投手はですね、去年、韓国でですね、最多勝20勝を挙げましたけれども、実は去年が初めてブレイクした年でですね、それまではまあ、いまいちっていう感じで、まあ、韓国の1年目は11勝11敗ということだったんで、まあ、2桁勝ったんだけど、2桁負けたみたいな感じですね。で、去年一気にブレイクしたんですね、20勝2敗ですから。だから、去年の成績だけ見たらすごく期待できるんだけれども、まだわからないんですね。1年だけなんですね、活躍したのがね、まともに。活躍したのが1年だけということですから、アルカンタラ投手もちょっとね、投げてみなわからんっていうところが、まあ正直あるかなということですね。で、チェン投手なんですけれども、チェン投手はですね、日本での、当然実績があるので、まあ、ある程度の計算はですね、やっぱできるのかなというふうに思います。要するにですね、悪い年でもこのぐらい、悪くてもこのぐらいはやってくれるだろうっていうのが、まあ、いわゆる計算できるピッチャーですから、チェン投手の場合は悪くてもこのぐらいできるだろう、やってくれるだろうっていうのがある程度見えてるわけですよね。
中日時代とかですね。まあ去年ロッテでしたけれども。なので、アルカンタラ投手の方が数字としては、去年の数字としてはインパクトあるんだけれども、まあ、正直まあ僕としてですね、計算できるかなっていうのは、実はチェン投手の方が、まあ、少しね、安定感があるかなというふうに見ております。で、まあちょっとね、チェン投手の過去を少しまあおさらいをしていきたいんですけれども、ですね、まず中日に入ったんですよね。その学生から直接中日に入りましてですね、まあメジャーからも声かかってたということですけれども、まあ日本でプレーをしたいということで、まあ日本の中日に入ったと。その時にですね、まあまあこう動いたのがですね、元阪神にもいた大鵬さんですよね。大鵬、まあ中日から阪神に移籍をしてきて、その後ですね、まあ引退をした後は、スカウトをやってたんですね。中日ドラゴンズのスカウトをやってまして、で、まあアジア担当ということだったんで、大鵬さんが交渉して、で、まあ、チェン、投手が中日に入ったということですよね。で、まあ、中日に入ってですね、しばらくまあ、こうね、まあ、ちょっと怪我とかがあったりして、なかなか一軍にはこう上がってこなかったんですけれども、ブレイクしたのが2008年ですよね。2008年にですね、こう、まあまあ、ブレイクというか、まあ、一軍にですね、上がってきて、まあ、活躍をしだしたみたいな、そんな感じです。で、この頃といえばですね、2008年とか9年とか、まあ、この辺は、落合監督がですね、いて、中日の前、まあ、いわゆる黄金時代ですよね。荒木、井端っていうですね、で、まあまあ、その、抑えにですね、岩瀬がいて、みたいな、そういうですね、まあ、常に優勝争いをしてたっていう、その時の中日でですね、先発ピッチャーで、ずっとローテーションを守り続けていたっていうですね、それが始まったのが2008年ということになります。で、2008年はですね、先発14試合先発しまして7勝6敗ということで、すごいですよね。まあ、ほとんど勝ちか負けがついているということですから、まあ、いわゆる、ちゃんと自分がですね、こう、責任取れるまで投げ続けるっていうですね、まあ、そういった、まあ、イニングも、きっちりと稼げるっていう、そういったピッチャーですよね。この年、まあ、7勝6敗、防御率 2.9 ということで、まあまあ、まあ、初めての一軍としてはですね、上々の成績を残して、まあ、デビューをしたと。いう感じですね。で、この次のですね、2009年、いわゆる活躍をして2年目ですよね、に、防御率のタイトルをですね、取っております。1.54 ですね、防御率が。1.54 というですね、素晴らしいですね、数字を残して、最優秀防御率のタイトルを取っておりまして、ちなみにこの年はですね、完封、4完封ということで、完封もですね、4つ記録をしております。この辺はですね、もう本当に僕ら阪神ファンもですね、印象に残っておりますけれども、阪神は、まあ何回もですね、痛い目に、合わされた記憶がありますよね。この頃は阪神とですね、中日が結構優勝争いをですね、まあ、していた時期ですよね。阪神の方はまあ2005年に優勝した後に、まあ、岡田監督がですね、ずっと優勝争いをこうしてたと。まあ、中日と阪神でやってたと。岡田監督と落合監督でですね、こう優勝争いをしてたっていう、そういう時期ですから、結構中日戦っていうのはですね、まあ、宿敵というか、まあ、優勝争いをしてる相手、ということで、で、しかもですね、この頃はまあ、両チームともピッチャー良かったんで、ロースコアのですね、結構こう、重い試合になることが多かったんですね。特に名古屋ドームですよね。名古屋ドームはもう本当に点が取れないということで、まあ、当然中日のピッチャー陣も素晴らしいピッチャーが多いということで、まあ、吉見投手とかですよね、山本昌投手とかですよね、こういったあたりが、まあ、活躍をしていた時にですね、チェン投手が左で頑張ってましてですね、で、チェン投手が出てきたらなかなか打てないということで、まあ、この頃ね、実はチェン投手を得意にしてたのが大和選手だったんですよね。これもはっきり覚えてますけど、大和選手は意外とですね、チェン投手を打ってたんですけど、まあ、それ以外がもう誰も打てないっていうですね、感じで、まあ、この頃ね、阪神はまあ左でいいバッターが多かったんで、やっぱり左ピッチャーのですね、チェン投手っていうのはちょっとまあ苦しめられたかなっていう、そんな感じですよね。はい。で、まあ、2009年ですよね。で、2010年に13勝上げております。2010年といえば多分中日が優勝した年だと思うんですよね。まあ、阪神の方もね、結構こうね、いい成績は残したという記憶があるんですけれども、まあ、この、2010年は優勝したチームで先発でですね、13勝を挙げたということで、もうこの辺はもう本当に、先発ローテーションのですね、左のですね、まあ、なんていうんですか、まあ、左のエース、級のですね、まあ、活躍をしてたというふうな、そんな感じですよね。投球回、イニング数もですね、188とかですね、まあ、200イニングぐらいに迫るぐらいのですね、まあ、イニング数をこう、こなしてたという感じですよね。まあ、2011年まで中日にいたんですけれども、2011年も優勝したかな、中日が。その年も8勝を挙げております。なので、ずっとですね、こう優勝争いをしてた中日で、ずっと主力としてこう、まあ、活躍をしてたっていう、そういった選手ですよね。まあ、これはね、阪神ファンの皆さんだったらよく覚えてると思います。まあ、痛い目にあったということでね、覚えてると思うんですけど、その後メジャー行きましてですね、ずっとね、メジャーで活躍をしてたんですけれども、まあ、メジャーでもね、一定の成績残してますね。12勝とか16勝とかですね、まあ、2桁勝っているシーズンも結構ありますね。
で、ちょっとね、まあ、メジャーでは少しこうね、勝ちがつかなくなってきてですね、ちょっと負けが込むようになってきて、で2019年はもうほとんど一軍でもですね、登板が、まあ、登板はしてるのが先発じゃないですね、中継ぎに降格みたいな感じですね。2019年は中継ぎで頑張ってたんですけれども、昨年ですね、ロッテにですね、こう、加入をした、途中加入したわけですよね。で、ただね、ロッテでは4回先発をして、で、0勝3敗ということで、ただですね、防御率が、まあ、2.42 ということですから、まあ、これはまあ、巡り合わせが悪かったということで、まあ、僕も何回かちらっと見ましたけども、ピッチング自体はですね、すごいいいピッチングしてましたよね、去年もね。なので、まあ、阪神に来たらおもろいなと思って見てたんですけども、まあ、実際にですね、来ることになったということで、実は僕、ですね、昨シーズンのオフですね、だからこの今ですよね、今一番その外国人の補強でですね、まあ、喜んだというか嬉しかったのは実はチェン投手なんですよね。まあね、それこそ、まあ、野手のですね、ロハス選手とかですね、それから、最多勝のアルカンタラ投手が、この辺もビッグネームでですね、まあ、巨人と争奪戦して勝ったりですね、これは非常に、まあ、嬉しかったんですけれども、またね、蓋開けてみんなわからないっていう、そういった選手ですから、チェン投手はもう、ね、日本の野球、特にセリーグでは実績ありますから、ある程度、まあ、期待はできるかな、まあ、計算できるかなということで、実はチェン投手が、僕は実は一番ですね、補強としては大きかったんちゃうかなというふうに思っております。はい。ちなみに去年もですね、一勝も上げてませんけれども、完投を上げております。だから完投して負けたっていうことですよね。まあ、この辺はね、まあ、パリーグならではかなというふうに思いますけれども、まあ、結構その完投能力もあるんですよね、チェン投手。まあ、こういった意味でもですね、まあ先発の一角に入ってくれれば、随分先発のローテーションが回しやすくなるかなというふうに思っております。はい。で、今シーズンですよね、まあ、どのぐらいを期待するかということで、もう35歳ですからね、結構ベテランなんですけれども、まあ、でもピッチャーって結構ね、その人によっては40ぐらいまでバリバリやる人もいらっしゃいますから、まあ35でね、全然その、まあ人によってはまだまだ、ね、バリバリできるっていうそういった年ですから、まあ、まあ、老け込むような感じでもなさそうですよね。なので、結構ね、期待は膨らむなというふうに思うんですよね。ただですね、実は、日本の、まあ、中日時代はですね、あんまり2桁って勝ってないんですよね。その、登板数がですね、その活躍しだしてからは先発で、まあ、23とか27、24とか、大体その1年間ローテーションを守るぐらいのですね、試合数は投げているし、イニング数もですね、160以上はやっぱりね、投げてるんですよね。164とかですね、164.2 とか、まあ、投げてるので、結構1年間ローテーションを守っていながらですね、まあ、8勝とかですね、2009年8勝ですよね。で、2010年は13勝上げてますけども、2011年も8勝ということで、実はあんまり2桁に手が届くことは、日本ではなかったかなっていう感じなんですよね。まあ、これもたまたまの巡り合わせなのか何なのかね、この辺ちょっとば、よくわからないんですけれども、だからね、本当はその、毎年のように2桁を上げててもおかしくないぐらいのですね、ピッチャーかなと思うんですけれども、何かね、その、勝ちに結びつかない何かがあるのか、それともその時のですね、チーム状況だったのかね、結構あの心の中日って言ったらですね、まあ、接戦の投手戦になること多かったんで、先発ピッチャーが5回6回まで行ったら、向こう盤石のリリーフがいましたから、スパッと変えてたんですよね。だから結構ね、その、同点のまま中盤に行ってですね、まあピッチャーに代打を出して、その後リリーフ勝負になって競り勝つみたいな試合が多かったので、結構リリーフとかですね、後ろのピッチャーに勝ちがつくようなですね、そういった状況が多かったので、まあ先発ピッチャーがですね、そこまで勝ち星が伸びていないのかもしれませんが、ということでですね、まあ、阪神では、ま、ぜひとも二桁はね、期待はしたいんですけれども、なかなか、実績を見るとですね、二桁っていうのは結構ハードルが高いのかもしれません。とりあえずはですね、まあ、左のですね、やっぱり左のローテーションピッチャーって大事ですから、阪神で言ったら高橋遥人投手がいるんですけれども、高橋投手さっきも言ったように、1年間通じてですね、活躍をしたっていう経験がありませんから、まあ、どうなるかわからないということで、まあ、チェン投手の方が1年間通じてですね、ローテーションを守ってくれる可能性は高いかなというふうに思いますので、まずはやっぱり1年間ですね、投げてほしいなということですね。なので、先発のですね、登板数が25試合ぐらいは欲しいなと。大体1年間ですね、先発ローテーションで、まあ、週1回投げるっていう感じで、143試合ということでいくと、大体25試合ぐらいになるんですよね。なので、まあ、25試合ぐらいは投げてほしいな。まあ、まあ、ちょっとね、まあ、ベテランに差し掛かってきたということですから、まあ、20試合ぐらいですかね。20試合ぐらいは、20から25ということで、まあ、良ければ25ぐらいと。まあ、悪くても20試合ぐらいは先発してほしいなというふうに思っております。20試合ぐらい先発をしてもらってですね、で、防御率が、なんとか2点台にですね、収めてほしいなと。
3点台になってくるとちょっとまあなかなかしんどくなってくるかなと思うので、まあ、2点台後半でもいいですから20試合ぐらい投げて、まあ、2点台になんとか防御率を抑えてもらうという感じでですね、まあ、頑張ってほしいなということですね。あとはね、勝ち負けに関してはちょっとまあ巡り合わせっていうところが出てくると思うので、この辺はねなかなか数字の予想ってしにくいんですけれども、本当はね2桁勝ってほしいんですが、まあまあ、とりあえず8勝ぐらい上げてもらったらいいかな。8勝5敗ぐらいね。まあ、過去の中日の時のですね、成績を見てもあれなんですけども、まあ、8勝5敗ぐらい、上げてもらえれば、まあまあ、十分かなというふうに思っております。で、ちょっと疲れてきたらね、少し抹消して休ますとかですね。まあ、そんな使い方でいいのかなというふうに思いますから、まあ、休み休みで20試合ぐらい投げてもらってですね、まあ、あわよくば規定投球回数に達してもらえればいいですけども、まあ、そこまで無理にですね、まあ、フル回転さすほどのこともないかなと思いますから、まあ、イニングはね、100イニング、まあ、とりあえず投げてほしいかなと。なので、20試合ぐらい、登板をして、100イニングぐらい投げてもらって、防御率なんとか2点台に抑えてもらって、まあ、8勝5敗ぐらいで、まあ、ね、勝ち星はまあ、7勝8勝でいいんですけど、これで勝ち越しをですね、してほしいなというふうに思いますよね。8勝10敗とかなってくると、ちょっとね、やっぱ厳しいかなと思いますから、なんとかね、勝ち越しをしてほしいなというふうに思っております。そうするとですね、チームの勝ち星も増えてきますし、優勝にも近づくということですから、まあそういったですね、活躍を期待したいなというふうに思っております。ちなみにね、地元の台湾のですね、テレビ局が放映権勝ったっていうニュースありましたよね。だから結構ね、その台湾でも、まあ、注目されてるんじゃないですかね。だから、ね、まあ当然ね、阪神の子よく知ってると思います。チェン投手もね、対戦してましたからね、ファン熱狂的ですしですね。こうやってね、地元のこうね、チェン投手がですね、熱狂的なファンのところで投げている姿をこう台湾にも放送されるということで、まあこれもですね、一つ、まあチェン投手にとってはまあ励みになるんじゃないかなというふうに思いますから、まあ一つね、発奮材料に。なるかなというふうに思いますよね。で、まあ、まあ、ちょっとね、投球のそのスタイルでいくと、まあ、高橋遥人投手にまあ似てるんですよね。だからこの辺もですね、まあ、リードしやすいかなと思いますよね。梅野捕手とかね、坂本捕手とか。まあ、普段高橋遥人投手をですね、リードしているような感じでリードをすればですね、まあ、大体同じような、抑え方ができるんじゃないかなというふうに思います。まっすぐがですね、140後半ぐらい出るということは、まあ、少しね、球速は落ちてきてるかもしれませんけど、コントロールいいですからね、キレのいいストレートが、こう、ズバズバ決まるみたいな感じですよね。右バッターのインコースとかですね、そういうところ、左バッターのアウトコースとかね、そういったところに、まっすぐがですね、140キロ台半ばぐらいのまっすぐが決まると。で、そこに、スライダー、カットボールですよね。これはまあ、左ピッチャーのですね、まあ、王道っていう感じですけれども、で、ここにですね、逆方向に曲がっていく、まあ、シュート系のボールもあるということですから、まあ、チェンジアップもあるということですよね。だから、右バッターのですね、右バッター、対右バッターに関しては、インコースの、まあ、スライダーと、それからアウトコースのチェンジアップっていうと、このですね、組み合わせで抑えていけるのかなというふうに思いますし、対左に関しては、まあ、インコースにですね、まあ、シュート系、まあ、シンカーをですね、見せといて、まあ、外にスライダーを投げるみたいなですね。まあ、そんな組み立てで、まあ、基本的にはいいのかなというふうに思います。なので、まあ、高橋遥人投手に本当にまあ、よく似てるかなっていう感じですよね。で、まあ、実績あるのはですね、チェン投手の方が実績ありますから、その、抑え方のコツなんかですね、高橋遥人投手はもう、チェン投手を見てですね、こう、勉強もできるんちゃうかなというふうに思いますから、そういった意味でもですね、チームにとってプラスになってくれたらいいなというふうに思っております。カーブもありますからね。このカーブも有効にですね、まあ、使っていけるんちゃうかなというふうに思いますね。その、まあ、昔ね、中日にいた今中投手を、こう、まあ、ね、よく比較対象に若い時はされてたっていうふうにですね、言われております。まあ、速いまっすぐとですね、すごい遅いカーブっていう、この緩急をつけるっていうのも、一つね、ポイントになってくるかなと思いますから、まあ、この辺ですね、今シーズンのその先発ピッチャー見てるとですね、結構カーブを持ち玉にしてるピッチャーが増えてきましてですね、まあ、一時ね、カーブってあんまり見なかったんですけど、最近どこの球団見ても結構カーブをですね、使うピッチャー増えてきましてですね。まあ、やっぱり一つ見直されてんのかな、カーブがね、もう一回こう注目を浴びているような感じですから、この、一つカーブをですね、いかに有効に使うかっていうのがですね、ピッチングの幅を広げるための一つのポイントになってきそうやなっていうふうに今シーズンはですね、思います。なので、梅野捕手とはですね、坂本捕手でそのカーブをですね、どこでどういうふうにですね、使うか、うまいこと使うかっていうのをですね、今シーズンは一つ注目ポイントとして見ていきたいなというふうに思っております。このチェン投手ももちろんカーブ持ち玉にありますから、ぜひともですね、カーブを有効活用してですね、このまっすぐを活かしてほしいなというふうに思っております。はい、ということで、
まあ大体ね、予想としては8勝5敗ぐらいやってくれたらいいかなというふうに思っておりますので、まあ、期待して応援したいなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、この辺りにしたいというふうに思います。新外国人のチェン投手について今日はですね、予想をさせていただきました。また明日ですね、誰か別の選手についてお話をしていきたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。